少しお時間をいただきたいと思いますが、ここでただいま 2022-23 シーズン前半戦が終了したジェフユナイテッド一夜立ちはレディースをご紹介したいと思います。 2022-23 シーズン中ジェフユナイテッド一夜立ちはレディース、どうぞ。もっともっと手拍子お願いします。手拍子拍手でお迎えください。いい笑顔ですね。2022-23 シーズン中ジェフユナイテッド一夜立ちはレディースの皆さんです。ではまずはじめに、この度ジェフユナイテッド一夜立ちはレディース監督に就任いたしました三上翔子よりご挨拶いたします。皆さんこんにちは、紹介いただきました、レディース監督に就任しました三上です。レディースの方は2022年、9月に、リーグが開幕しまして、まだシーズンが半分というところで、チームの成績的にはリーグ戦なかなか結果が出ず、現在9位という状況です。まあそんな中、今回笹沢前監督の退任ということで、私の方が監督に就任しました。変わらずチームとしては厳しい状態であると思っています。ただ、しっかり前を向いて、ジェフレディスらしい走る戦うというところを、しっかり見せて、皆さんにもっとワクワクしてもらえるような試合をできるよう、もう一度、選手、スタッフ、チーム一丸となって、前に進んでいきたいというふうに思っています。これから3月から、福田電車アリーナや ZA オリプリスタジアムで後半戦が残り何試合ですかね12試合ですかね、13試合か、はい、あります。一つでも順位を上げれるように、もう一回みんなに、皆さんと一緒に、喜びを分かち合えるような試合ができるように、一日一日のトレーニングをまずしっかり、当たり前のことを当たり前にできるようにチーム進んでいきたいと思っています。もう一度応援してもらえるようなチームになれるように、頑張っていきたいと思いますので、引き続きレディースの方、ジェフファミリーとして、共に応援していただけると嬉しいです。すいません、長くなりましたが、また共に頑張っていきましょう。三上監督ありがとうございました。続きまして、ジェフユナイテッド一夜立ちはレディースキャプテン林香奈選手よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はキックオフミーティングにお越しいただきありがとうございます。そして日頃より、ジェフレディースへの応援ありがとうございます。9月に、リーグが始まり、12月の皇后杯を終え、今本当に結果は厳しい状況にあると思っています。そして何よりも結果以上に私たちのジェフレディースらしい試合が、少なかったことを本当に重く受け止めています。じゃあジェフレディースらしさって何だろうって考えたときに、もちろん走る戦うとかそういうモットーのところもあるんですけど、レディースの試合を見てこう気持ちが熱くなったとか、ひたむきに走ってる姿になんか元気をもらえたとか、例えばスタジアムから帰るときに、楽しい気持ち、ワクワクな気持ちになった、そういうのがこうレディースの
レディースらしさっていうところがあるので、本当にこの前半戦だったり皇后杯を終えてそういう試合が少なかったことを本当に重く受け止めています。ただ本当に、リーグまだ半分以上残っているのと、1月2月でしっかり新しい、三上監督の下でしっかりレディースらしさを取り戻して、その中でもここからもっともっと成長して、ここから、リーグのトップ3っていうところの目標っていうのはまだまだ諦めていないので、そこに向けてチーム一丸となって、そして何よりも覚悟を持ってここから、準備して戦っていきたいなっていうふうに思っています。私自身キャプテンとしては、今プレーに関わることができてないこと本当に不甲斐なく思っていますが、リハビリしてしっかり皆さんの前で復帰した姿を見せられるように頑張っていきたいと思います。ここの壇上に立っている選手誰一人まだ諦めていないので、今後ともジェフレディースと一緒に戦っていただけたらなっていうふうに思っています。今後ともよろしくお願いします。林香奈キャプテン、ありがとうございました。それでは新加入選手をご紹介いたします。紹介された選手は前に出て自己紹介抱負をお願いいたします。まずミッドフィルダー小林日向選手、続いてゴールキーパー大熊茜選手、なおミッドフィルダー小川由紀選手、ディフェンダー田崎誠選手は欠席となっております。では、小林選手からお願いいたします。皆さんこんにちは。日発横浜 SC シーガルズから来ました小林日向です。地元の千葉県でプレーできることをとても嬉しく思っています。自身の成長とともにチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。29番小林日向選手です。続きましてゴールキーパー大熊茜選手です。皆さんこんにちは。ジェフレディースユースから昇格しました背番号30番ゴールキーパーの大熊茜です。一日でも早くチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上がジェフユナイテッド市原千葉レディース新加入選手となります。ジェフ千葉レディースは3月よりウィーリーグが再開されます。新加入選手ともどもジェフ千葉レディースへのご声援どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ではジェフ千葉レディースの皆さん講談してください。ありがとうございました。